王立協会フェローは、数学、工学、医学を含む自然知識の向上への多大な貢献をした個人に対してロンドンの王立協会から付与される賞を呼び、フェローシップである。アイザック・ニュートンは1672年に選出された王立協会の初期のフェローの一人である。最古の科学アカデミーである王立協会のフェローシップは歴史上、 多くの有名な科学者に与えられた重要な名誉である。フェローには、アイザック・ニュートン、チャールズ・ダーウィン、マイケル・ファラデー、アーネスト・ラザフォード、シリニバーサ、ラマルジャン、アルベルト・アインシュタイン、ウィンストン・チャーチル、スブラマニアン、チャンドラ・セカール、ドロシー・ホジキン、アラン・チューリング、フランシスク・クリックなどがいる。現在では、スティーブン・ホーキング、ティモシー・ハント、 エリザベス H ・ H ブラックバーン、ティム・バーナーズ・リー、ベン・カトラマン・ラマクリ・シュナン、アンドレ・ガイム、ジェームズ・ダイソン、AJK ・スードをはじめとして、合計8000人以上がフェローとなり、1900年以降で280人以上のノーベル賞受賞者のフェローがいる。2016年現在、約1600名の存命のフェローがいる。王立協会のフェローシップは、ガーディアン氏によると、 オスカー特別功労賞に匹敵する名誉とされ、受賞者が所属する研究機関は、その名誉を候補するのが普通である。毎年4月下旬、または5月上旬に、最大60人ほどの新たなフェロー、名誉フェロー、外国人会員が、約700名の候補者から選出される。フェローの候補者は、既存のフェローからの指名によってのみ、なることができる。スティーブン・ホーキングは、 1974年に王立協会フェローに選出された。ノーベル賞受賞者のエリザベス・エイチ・ブラックバーンは1992年に王立協会フェローに選出された。毎年最大52名の新人フェローが協会の約90%を占める英国と英連邦から選出される。各候補者はそれぞれの功績を考慮し、 科学界のどの分野からでも提案することができる。フェローは科学の卓越性に基づいて選出され、終身の資格を得る。王立協会フェローは、ポストノミナルレター使いや RS を使用する権利を有する。カテゴリー、王立協会フェロー、カテゴリー、女性の王立協会フェローも参照。ジェニファー・ダウドナは、2016年に王立協会外国人会員に選出された。 毎年、フェローは10人までの新しい外国人会員を選出する。フェローと同様に、外国人会員は、科学の卓越性に基づいて、ピアレビューを通じて選出され、就寝の資格を得る。王立協会外国人会員は、ポストノミナルレターズファーメマースを使用する権利を有する。2016年時点で、約165人の外国人会員がいる。 カテゴリー、王立協会外国人会員を参照。ビル・ブライソンは2013年に王立協会名誉フェローに選出された。名誉フェローは科学の功績に対する著名な奉仕をしたが、フェローや外国人会員に求められる種類の科学的成果を持たない候補者に与えられる名誉学術称号である。ビル・ブライソン、メルビン・ブラック、ロビン・サックス・ビー。 タービルのセーンズベリー男爵デビッドセーンズベリー、オノラ・オニールなどが名誉フェローである。名誉フェローは、ポストノミナル・レターズ・アンフ・アーズを使用する権利を有する。ジョン・マドックス、パトリック・ムーア、リサ・ジャーディンらは、名誉フェローとして選出された。カテゴリー、王立協会名誉フェローも参照。デイビッドアッテンボローは、1983年に、旧規定12の下で、 王立協会フェローに選出された。規定12は、1997年に公式の名誉フェローの制度ができる以前の1903年から1996年の間にあったメンバーを選出するための古い仕組みである。規定12では、科学の功績に対し著名な方針を提供した者、または選出することで協会に顕著な利益をもたらすのをフェローに選出することができた。 規定12の下で選出されたフェローには、デイビッド・アッテン・ボロー、第四代セルボーン・伯爵、ジョン・パーマーなどがいる。マーガレット・サッチャー、ネビル・チェンバレン、ハーバート・ヘンリー・アスキスなどのイギリスの首相は、規定12の下で選出された。カテゴリー、王立教会級規定12フェローも参照。王立教会の評議会は、王立教会王族フェローとして、 イギリス王室の王族を選挙のために推薦することができる。2016年現在、ウェールズ公、チャールズ、アン王女、ケント公爵、エドワード王子、ケンブリッジ公、ウィリアム王子、ヨーク公、アンドルー王子の5人の王族フェローがいる。エリザベス二世女王は王族フェローではないが、イングランドをチャールズ二世以来の英国のすべての君主が行ったように、 王立協会の講演を行っている。エディンバラ校、フィリップ王杯は王族フェローではなく、規定12の下で選出された。新しいフェローの選出は、指名とピアレビュー期間の後、毎年5月に発表される。フェロー及び外国人会員の候補者は、王立協会の2名のフェローによって推薦され、提案証明書に署名する。以前は、推薦者は、 提案者による指名を支援するために少なくとも5人のフェローを必要とした。これは同窓整備域を招きエリートによる紳士クラブを作ることになると批判された。選挙の証明書にはその提案が行われている主な根拠に関する記述が含まれている。毎年行われる指名の回数に制限はない。2015年にはフェローの候補者が654名。 外国人会員の候補者106名が選出された。王立協会評議会は選出プロセスを監督し、フェローシップの選挙で最も強力な候補者を推薦するためのセクション委員会と呼ばれる10の分野委員会を任命する。最大52人のフェロー候補者と最大10人の外国人会員候補者の最終リストが理事会で4月に確認され、5月に フェローシップの秘密投票が開催される。候補者は出席し投票したフェローの投票の3分の2を確保した場合に選出される。物理科学と生物科学の候補者から最大18人、応用科学、人間科学、生物物理学から最大10人のフェローを割り当てることができる。最大六人は名誉、一般、王族フェローである。フェローの候補者は 15人のメンバーと1人の議長からなるセクション委員会によってピアレビューを受ける。10のセクション委員会のメンバーは内集団ひいを緩和するために3年ごとに変わる。各グループは以下を含む様々な専門分野をカバーしている。数学天文学及び物理学科学、工学地球科学及び環境科学、性科学及び分子細胞生物学、微生物学。 免疫学及び発生生物学解剖学、生理学及び神経科学生物学、進化及び生態学健康及び人間科学、新しいフェローは毎年7月に開催される公式な入会式の式典で教会に入会し、そこで以下の義務事項が書かれた検証に署名する。2014年以降、入会式で撮影されるフェローのポートレートはウィキメディアコモンズにおいて、 クリエイティブ・コモンズのライセンスの下で著作権の制限なく公開されている。このライセンスはアーカイブ内の歴史的なポートレートよりも幅広い再利用を可能にするものである。ブライアン・コックスは2016年に王立協会フェローに選出された。それ以前に2005年から2013年まで王立協会大学研究フェローシップを取得していた。 王立協会のメインのフェローシップに加え、選挙ではなく、個人が申請する他のフェローシップが利用可能である。これらのフェローシップの保有者は、王立協会研究フェローシップと呼ばれる。上記のフェローシップ及び研究フェローシップの賞に、加えて王立協会の賞、講演会、メダルも授与されている。ありがとうございます。